TBS 吉本錦糸町の銭湯黄金湯へ。2階の食事処で待ち合わせしているのは、いや最高最高、最高な感じになってます、ね、おしゃれすぎるやろこれ。おしゃれですね、あらららら、うわちょっと、こんにちは、こんにちは、ちょっと一緒にチアしようよ。チアしよう。チア。チア。チア。フルーツジッパーの中川ルナちゃんです。お願いします。素晴らしい。フルーツジッパーです。イエーイ。ジッパー。あら。あら。ロウリューコーヒー。ロウリューコーヒー。すごい。石の方をお持ちしますのでお待ちください。ああ石、はい、石、ロウリュですからね。ロウリュっていうのはよくサウナで、うん、あのね、石、熱々の石に水をかけて、その蒸気をその部屋中にこう振りまくっていう、はい、あれがロウリュってやつですけど。好きです、ね、あ好き、うん、サウナ好き、あサウナ好きです。あらそう、出た、完璧だよ、完璧な、うわーすげえ。爆発石ですね、下のサウナで使ってるものと同じ爆発石。へえ、この重量分のお水を上から入れていただいて、はい、あ自分たちでセルフですね、はい、そうですね、はい、いきますよ、はい、50g 入れます、はい、いきます。あーおーあーあごめん、58いっちゃった。どん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 蒸気があれしてるから、どんどんちょうど50ぐらいになるよ。あーあ、計算しました。さすが。はい。あ、ちょうどぐらい。ちょうどぐらいになった。ほら、そういうこと、そういうこと。爆斑石は水を浄化する機能があり、ミネラルを多く含むので、味がまろやかになるのだとか。いきまーす。はい、お願いします。お、そう、太く。太く。早い、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 入れ方だけでなく豆ももちろんこだわりのオリジナルブレンド。フルーティーで華やかなフレーバーで整った体をリラックス。改めてチェース。香り。おお。いい匂い。整うね。あ、味わい武器。深い、深いな。ああ酸味が少ない、うん、そうですね、確かに、それそれ言おうと思った。うちのおすすめのラム肉を使ったラムラムバーガー、ね、ラムラムって、なんで俺がラム肉好きって知ってたんですか。うまそうなビジュアル。綺麗ですね。綺麗ですね。いただきます。うまっ。いた、うん、シェイ、うん、おいしい、おいしい、すごいジューシーです、めっちゃジューシー、おいしいです、ラム肉。おいい、いい息遣いが聞こえましたけど、うん、うわ、ラム肉あるある、早く言いたい。パンも外カリ、中ふわ、中ふわ、すごい美味しかった。ちょっとアジア感じるっていうか、アジア、オリエンタルな、オリエンタルな感じもちょっと、うん、うん、超すげえ強めのお肉なのに、この野菜たちと合うとね、すごい食べやすくて美味しい、美味しい、うん、なんだよこれ、いけんな、美味しいな。ちょっとこのね、お父さん世代なかなかね、ハンバーガーか大丈夫かな、食べれるかなと思うんだけど、なっちゃう、これいけますね、いけます、うん、神奈川県出身の中川ルナさん、曲がバズって環境の変化があったようです。今まで結構お仕事、アイドルの仕事って言ったらなんかライブ、結構ライブをするっていうのが多かったんですけど、うん、なんか
バズり始めてから急にテレビのお仕事とか、うん、なんかファッションショー、大型のでっかいファッションショーのところでなんか歌わせてもらったりとか、バズるってすごいなみたいな思いました。はい、もともとやっぱアイドルになりたかったり、最初はなんかちょっとギャル雑誌が好き で、うんうんうん、でギャルになりたくて、うん、なんか雑誌に出たいなと思ってたんですけど、うん、その時入ってた事務所の方に、うん、なんかアイドル一回やってみないみたいに言われて、うん、全然興味なかったんですけど、うん、すごいしつこく言われて、うん、まあ、確かにそうやることなかったんですよ。でも言うてお仕事もなかったから、うん、お客さんと何かを作るなんか一体感とかがすごい楽しくて、うん、なんかちゃんとやりたいなってはあ、だんだんこう意識が目指してきて、うん、で気づいたらここに来た。気づいたらここ。地元でなんかこう衝撃的な思い出みたいなあります？あ、もう忘れられない思い出があって、なんか中学校の頃に、うん、なんか私のこと好いてくれた男の子がいるんですけど、でその男がヤンキーだったんですよ。中学3年生になって卒業するときに、うん、まあ、みんな普通制服着るじゃないですか、うん、けどやっぱりヤンキーだから刺繍欄着てくるんですよ、なるほどね。でそこのなんかボンタン部分に、うん、あの私の名前が書いてありました。かわいいね、やっぱりね、いい純粋なんだよね。えー、キュンってした？ちょっとかわいいなって思いましたよね、ちょっと衝撃的でみたいになったんですけど、でも一周回ってなんか可愛いな、ありがとうみたいな。チュートリアルの徳井さんが昔なんか付き合ってた女の子が、うん、チュートリアルってタトゥー入れたんです。TikTok で話題のアイドル、フルーツジッパーの中川るなさん。アイドルになる前の学生時代、留学先で起きた衝撃的な体験とは？アトランタに行ったんですよ、その留学したるメンバーと。なんかまあ先生がアトランタに行こうみたいになって、タピオカ飲みたくないって、その時タピオカめっちゃ好きで、タピオカ、ね、大好きで、うん、友達と Google マップでタピオカ調べたら一軒出てきたんですよ、うん、ここかっつって、うん、もうずっとこればっかり、もう携帯ばっか見に行ってずっと歩いてたら、なんかいる人がちょっとなんか怖いなと思いながら、まあでも無事に平気でしょと思って強い気持ちで行ってたら、閉まってたんですよ、着いたら。あら、もうなんでしと思って、そしたらもう冷静になるじゃないですか。もうタピオカっていう目標がなくなっちゃったから、帰宅のおじさんがずっと私の方を見てずっと叫んでるんですよ。もう何言ってるか分からなくて、ろれつ回ってなくて、でなんかなんだか分かんないから無視しようと思って無視したら追っかけてきて、怖やばいと思って、もうヒャーみたいな感じで走ってるんですけど、なんかもう別にみんな路上にこういう風にってなってるから、もう助けてくれるわけないじゃないですか。そうだけどもう追っかけてるからやばいと思ってずっと思ってたんです。私よく映画見るんですね、洋画を。だからやばい、背を向けて走ってしまってる、私これ銃撃たれると思って、もうやばいと思いながら走ったら負けたんですよ、そのおっさんのことを。マイドマックコードができたみたいな、よかったと思って。負けたら今度はなんか暴動起きてて、暴動、ホームレスの方たちかな。映画じゃん。なんかもうなんかゾンビの街に行ったの。しかも暴動起きてるからなんか火事になってるんですよ。すごい経験。そう無事、まあ、生き残れたんですけど、本当にそれが怖すぎて。怖いわ。じゃあこれサバイブするわ。今後なんかあの、なんだろう、海外危険ロケとかもね、全然行きたいです。めちゃめちゃ行きたい。もう本当にあの大好きで、そういうやつ。うん、多分行けると思うよ。あら、ちょっと、テレビ局の皆さん、はい、皆さん、はい、ちょっとすごい逸材見つけました。はい、個人的にこう野望、これこうなってこうっていうのあったりする、うん、生涯の夢は人間工学法になることです、うん、すごいな、でかい、でかい。そう、なんかアイドルって多分なんかみんなを元気にさせたりするパワーとか、うんうん、まあ、音楽の力とかお笑いの力ってそれぞれあると思うんですけど、うんうん、なんかコンピューターの技術とかも発展してるじゃないですか、うんうんうん、だからすごいデータ収集して、うん、なんかみんな私たちのおかげで寿命が伸びたよっていうデータを収集して、それを文化プラスアルファデータで、寿命伸ばしたデータで人間国宝になりたい。僕らはあの、まあ、漫才師というか芸人もそんなことは無理やと思ったんです。この間そのあの阪神巨人師匠がね、なんかその紫綬褒章みたいなの漫才で撮られたりしてたんで、素晴らしい。そうそう、漫才とかもそういうになってきたので、うん、アイドルも今後だから ラッパーさんも今後なってくると思いますよ。ああ、
実は今日二人にお願いしたいことが、はい、何だい、はい、何でしょう。一緒に TikTok 撮りたいです。やりたい。私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すっごすぎる、そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。はい、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 カウントが3秒あるので、はい、それから始めます。はい、じゃあいきます。なんとか必死で追いついた。からのミスターに乗せて歌ってあげようかね。ルナナ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  What's she for my to say can go ルナあるあるを言いたい。合わすストリート感すげえかっけえなと思って思ってたから、うん、忘れたあ、そう忘れちゃったきよって言われて、でも全然逆に俺はストリート代表してますって。いや間違いね、間違いね、だから忘れたわけではありません。いや、yeah. yeah.